とこのフェリーもゲロ船タイタニックこんな感じということで与那国ウォーイ何ですか日本語ここでゲロ吐いてくださいとかね。皆さんおはようございます。マッパーさんです。昨日の皆さんめっちゃ寝れましたか？はい、よかったですね。で、今日朝なんですけど、コンビニでまたブレックファースト購入しました。昨日の残りとね。で、今日は夜中にちょっと探索していくんですけど、ちょっと面白いインフォメーションあります。ここから、与那国から石垣まで127キロ。ここから台湾まで111キロ。台湾の方が近いです。そうですね。石垣行くよりも。で、ここから東京まで1900キロ。1900キロ、ここから東京。東京の皆さん、めっちゃ離れてますけど、おはようございます。多分タイムディファレンスあるのかね、時差も。多分40分、30分ぐらいあるかもね。ちょっと近いかもしれないね。めっちゃでかい。僕の家よりでかいんちゃうんすかこれ。ビガダマイハウス。420。すんごいでかいお墓。これ与那国だけですよね。あ、そうですか。なんか沖縄石垣とかも大きいんですけど、ここまで大きいのは初めて見ました。うん。ズンゴンの歌。ズンゴンの歌。ドライですよ。ドライなんで全然大丈夫です。ストペー。ドライやからいいんですよ。なんか前も言ったじゃないですか。宮崎でビレージ行った時も、バフンはすごいモロって言って、これすごい栄養あるんですよ、ルースさん、ね。お土産に持って帰りますか、与那国からのお土産に。お土産欲しくない。さんどうですかビーチは？めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗ね。上の景色めっちゃ。上からめっちゃ多かったね。コラを見れる。うん、次はこの与那国島で一番東ですよ。見てください、この展望台があってね。ここの景色やばいですよ。ねえ、ルーさんどうですか？めっちゃ綺麗。はい、うわぁ。見てください、トイレもホーシーさんの。なんていうんですか、トイレになってます。ホースバーやね。ホースバー。続きまして着いたのがここですよ。この国境の先、与那国の青森といえばドナン。これね、日本一強い酒って僕はインターネットで調べたら出てったんですけど、なんと青森って60度あるみたいです。60度めっちゃ強いですよ。いやーやばい。前にハテルまで飲んだ青波、あれ多分30度だと思うんですよ。あれの倍ある度数のこのドナン、ちょっと中見に行きたいなと思います。ありがとうございます。うわ、もう入った瞬間、匂いが全然違いますわ。なるほど、見てください。結構いろいろ30度とか25度とか、見てください、43度、60度、結構いろんな種類がありますわ。あ、違いますね。はい、うん、違いの数があるかと。ちょっと師匠にどれ買っていくかちょっと聞きたいなと思って、どれがいいですかね、師匠。今のドアンといえば、やっぱりもう熊牧60度になる。60度。
皆さんこれ60度でしたルーさん60度めっちゃ強いでこれどうやって飲んだらいいんですかこの60度のお酒はそうですね水割りいやなるべく薄めないで薄めないこれ直でロックとかチェーサーとか、やっぱり独特の、風になりますので、薄めないで、飲んでもらいたいと思います。そうだよね、どれ買っていいですか、ロス銀行、なんかいいですか、買って、ロス銀行日本の一番強い日本酒、はい、大丈夫ですか、はい、飲んでみたいですロス銀行、今日優しいですねなんでルース銀行ルース銀行でとかいつもお金握っとってやないですか一つもらったんですかありがとうございますいつもプレゼントでくれましたパーティータイム、はい、OK ミセスルースさんここがなんかドラマの撮影で使われたんかねドクターコトらしいです。僕ちょっとよくわからないんですけど、見たことないです、そんなテレビ。見たことないですか、はい、なんで、テレビ見ないんで。NHK ですか、わからないです。まさにこんな感じ。わからないです。ここで撮影されたらしいんで、ルースさんホスピタル必要なんで、ルースさんの頭を直しにも行きましょう。何スコットランド人を見てもらいに来ました。誰もいません。何や、その分、何の分。OK、見てください。もちろんですよ、ルースさん。なんぼ調子悪くても靴は脱がないダメですよ。In the UK, we have letters. Ah, letter like A, B, C. A, B, C, D, E, F, G. 難しいね、そっちの方が。You have to say like what side. はい、そう、ちょチェックお願いします。Wow. ルーさん、ポイントしてください。どれって。はい、こっち。難しいな。下。No. こっち。Left. No, this one. Ah, okay. 次。You got a wrong shutter. No, this one. Yeah. 何本 0.6 めっちゃ悪い右の目やばいですよこれ 0.6 左の目 0.7 やばい、OK、じゃあルーさん次左おおこれ右おおこれ左右嘘つけーほんまだいな 2.0 見えてますよ、うん、すごいルーさん 2.0 も見えてます OK, that was my right eye はい、次ね、はいはいはいOkay, so 1.5 because my eyes were like I had covered them up for so long, they're fuzzy. Oh, you're gonna do that? 1.5 So, Ruth, I'm gonna get in the hospital. No, I'm probably short. I'm editing too much. This is too much.ということでルースさんのお腹の音がすごい鳴ってますよということで分かってるでしょ、ランチねここにちょっと酒屋さん行きたいなと思います、雰囲気めちゃめちゃいいですよ見てください沖縄っぽい沖縄っぽいね沖縄の三味線の音楽も流れておりますということでどんな感じかっていうの行きたいなと思いますどんな味ですか？ちょっとわからない。初めて。エッグファイブヌードルス。チャイニーズみたいな感じね。中華そばね。I think first time I try ラーメンヌードルス、so that's why. Yeah. もう美味しい。おしゃったどうぞ。スーパー見てください。こんな感じで黒い感じです。めっちゃあっさりでめっちゃ海鮮の味が。染みてますね。めっちゃさっぱりじゃないですか。
美味しい。エビも超特大。うん。再生男子付き合わせたイメージすごい長かったね。日本最南で今回日本再生北海道で最北最東もう全部コーナーだけ全部攻め終わりましたよね。どうですかルーさん。やばい。あ、まあでも正直全然中身は全然まだまだ終わってないんですけど。わあ、暑いに来ました。Yeah. I feel like we kind of cheated. I don't know. Like most people go from the north and then all the way through Japan. そうですよ。To like the south and the west. 最後ね、サウス終わりみたいな感じやけど。I feel like we kind of like went quickly. 行って go みたいな。We went to the corners and then we're gonna do the rest of Japan. はいね。まあこの先は台湾でございますルースさん、もう日本ではありません。どんな気分ですか。いや今日さすがに見れへん、ちょっと曇ってますね。ホギホギです。うん、はい。まあね、ほんでね、この近くでもう最後夕日見ましょう。夕日見て、あの買ったドナン飲みたい、 お酒、これもう乾杯しましょうね。まあこの日本最後の夕日が落ちる場所で、この与那国名産ドナン、これと飲んでいきたいなと思います。ルーさんどうですか、ドナン。いけます。はい、もうちょっとだけ。国境の酒です。 60% やばい。まあ初めはロックで飲んでくださいって言ってたんで、ちょっとロックでいきましょう。うん、うん、国境ですよルーさん。国境の酒、今日の夕日にルーさん、ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。ということで今回行くとこなんですけど、前に、日本最南の居酒屋行ったんですけど、ここは日本最西の居酒屋です。 You can't pronounce after that 60 better. ということで日本最西の居酒屋はどんな感じか見に行きたいなと思います。行きましょう。お疲れ様です。オリオン来ました。お疲れ様です。夜だけでいいから。お疲れ様です。もう big foamy wine today no?この僕このグラスがキンキンに冷えた感じめっちゃ好き。どうですか。In the freezer. めっちゃ好き。In the freezer. 最高や。嫌いな肉入ってません。どうでしょうか。長命草。うん。美味しい。美味しい。うん。Quite dry. うん。Quite like some Nutella, but just, you know, Nutella. なんかクレープみたいな感じだね。クレープみたいな感じ。Yeah, with Nutella. You know, Nutella cream. めっちゃもちもちで。I have one big announcement. Hi. Announcement. Big announcement. Yonaguni についてなんかビッグアナウンスメントがあるみたいです、ルースさん。おお、なんですか。Yonaguni の人。日本の一番フレンドリー人。あ、そうですか。日本で一番フレンドリー。一番フレンドリー。高知より。みんな、北海道より。Over all of Japan. へえ、やっぱり。Everyone here like.
まあまあ確かにそうやけどね。だからあのコンビニとか応用するコンビニ行った時もなんかバイト行った時もめっちゃジョークばっかりやもんね、おっちゃんとおばちゃんで。People start conversation with you and then like I say hello and then they like chatting away like say hello back like a lot of times in other places in Japan I say hello and then like sometimes people don't even they ignore very common like 60% of the time ignore. Not for you? Yeah.Ignore, yeah. No, 多分ルースさん多分声がちっちゃい。What do you mean? もっと大きい声で、おはようございますみたいな感じで。絶対声がちっちゃい。すごいこんな感じやから、ルースさん。おはようございますってごっつ大きい声で言ったら、多分全然大丈夫ですよ、多分。I don't think so. いや、ほんまにですよ。No, they look at me, and then they just ignore me. ああ、緊張してるんだね。So, like, they look at me, and then they ignore me. 次ルースさん。おはようございますってごっつ大きい声で言うてみて。ごっつ大きい声で。No. One year experience living in Japan. 正直ルースさんのおはようございます。おはようございます。こんな感じや。ダメですよ。このキーが入れなあかんさ。うずっすーみたいな感じや。これでいかなあかんさ。Can you say? Maybe they're gonna have like bad opinion because I'm pronouncing it very dirty like that. Can you say? うずっすー。I got mad at that. いや、なんかいいです、ルースさん。これでいかなあかんさ、ルースさん。海鮮サラダめっちゃ美味しそう。で、この与那国はこのカジキ。がめっちゃ有名なんで、このカジキの刺身とかがめっちゃ入ってますよね、うん、で、まあ、僕たちなんでこの与那国に来たかっていうと、なんでなんででしょうか僕はね、バケットリスマグロを釣りたいってのあるじゃないですか。でも、カジキも釣りたいんです。カジキ釣り挑戦したいです、明日。さあ、ということで出航でございます。ちょっと、はい。Now it's